こんにちは、モコフィットネスです。今日はルックの機材紹介なんですが、前回お送りした機材紹介のルックと今回のルック、モコ仕様になったので、それをご紹介したいと思います。それじゃあご紹介します。はい、まず、ルック795、もうパッと見何が変わったかって分かる方いますかね。じゃあまず1つ目、バーテープです。はい、上が緑、下がカモフラの緑黒ですね。はい、でこれミラー、エンドキャップ型のミラーです。閉めて、閉められるし開ければミラーになります。はい、まあここら辺は小物ですよね。はい、で次大きく変わったもの、ステムです。なんでステムって変えたっていう理由なんですが、バイクフィットをしてもらった時に、このサドルのトップ側からこのハンドルの芯までですね、この距離がバイクフィットをやってもらった時に540という寸法を出してくれました。で前のルックの、ステムだと2センチ足りなかったんですね。でもステムが高いから買わなかったんですよ。だけどいよいよもうこのバイクも2年目に入って、いい加減にきちんとした寸法で走りたかったので思い切って買いました。なので2センチ前より長くしました。それで540を確保できました。はい、で次変わったのはホイールですね。マビックのコスミックエグザリット仕様ですね。一見カーボンホイールのように見えますが、アルミです。練習用のホイールなんですけど、かなり練習用にしては高級なものです。はい、まだサイクリング終わった後に今これ動画撮ってるんで結構疲れてるんですよ。まあ、サイクリング模様は前の動画にアップしてあるんで、そちらを見てください。でホイールまた偉い買ったなって思うんですが、僕のトレ動画にちょこちょこ出てきてくれる競輪の選手、根田選手っていう方がこのホイールを使わなくなってしまったらしいんですよ。そんなんで随分、お安く売るって言ってたので安くして買えました。使用感なんですが、これは今ここで使用感を語りたいんですが、今度ホイールのみの動画を作るので、その時に使用感をお話しします。前回の動画のサイクリング動画でも言ってるんですが、ちょこっとかなりこのホイールいいです。とにかくいいってことは今伝えておきます。はい、でマンビックのコスミックエグザリットですね、はい、が変更の一つです。サドルですね、 S ワークスのローミンって読むのかな、ローミンエボっていう、サドルを買いました。これもまた理由があるんですが、あれですかね、サドルの話を聞きたい人っているんですかね。僕サドルにそんなこだわりがないので、まあもし聞きたいっていうコメントがあればサドルの話をちょっとしてもいいんですが、書いてくれれば、まあ次回サドルだけの話を、まあ、5分間ぐらいでしましょうか。はい、まあ買いました。でもう1点、ビッグプーリですね。カーボンドライジャパンのビッグプーリです。9000系の DI2 用ですね。この1、2、3、4点。はい、でこの今言った4点を、交換しました。ビッグプーリに関しては実はもう3年前ぐらいから持ってます。なんですが、なんで今まで外してたのか、普通のプーリにしてあったのか、変速が僕の場合はなんですよ、他の方はどうかわからないんですが、若干変速落ちるんですよね。だけど楕円チェーンリングで一番やっちゃいけないパターン、チェーン のクロスっていうんですか、フロントをアウターにしてスプロケを一番軽いところにあるクロスですよね、チェーンの、あれ を楕円でやるとたまに落っこちちゃうんですよ、インナーの方に。ビッグプーリー そのメリットとして、まあ、もちろん抵抗がなくなるっていうのが一番 のメリットらしいんですが、それはちょっと僕実際分かんないんですよ。軽くなったとかそれで速くなったとかは分からないんですが、そのクロスをしちゃった時にビッグプーリーは結構クロスも意外なほど
スムーズに走れちゃうみたいなことをどっかで見たので、ほらレース中だと結構がむしゃらに走ってて結構クロスやっちゃうじゃないですか。でその時にやっぱり楕円だとインナーに落っこちてちゃったりすると結構レースに響いちゃうので、それは絶対なっちゃいけないなってことで、ビッグプーリーにすればその落っこちるのは防げるのかなと思って、で前回の動画でもサイクリングで150キロ走ってちょっとクロスになっちゃった時もあったんですが、落っこちることもなかったし、まあ今のところ基地に出てます。なのでビッグプーリーにまた戻したっていうことです。若干変速はやっぱりガチャガチャもたつくところはあるんですが、とりあえずこれで様子を見てみて、まああと何を言ってもかっこいいですよね、ビッグプーリーって、はい、そんな感じで、今回変更した4点のご紹介でした。そう、もう一つあれですね、エアロハンドルですね、プロのバイブっていうやつに変えました。これもこれね、めちゃくちゃいいです。これは握りやすいし、なんで最初からこれにしなかったんだろうっていう、安いもんじゃないからそんな買ってダメだったらすぐ元戻すってわけにはいかないし、で落車で折れたから買い替えることになってなったから良かったんですが、普通ね壊れてないものをねすぐには交換できませんもんね。でも今回その買えるチャンスがあったのでバイブにしたんですが、これはかなりいいです。で今回なんでステムをどうしても高いお金を出してまで買えたっていうのは、まあ今言った通りバイクフィット、数値上だとステムをもっと距離を出さなきゃいけないよってなってたんですね。たかだか2センチを伸ばすためにステムを購入したんですが、本当にバイクフィットは皆さんもしやったことない人がいるならぜひやってください。僕バイクフィットをやって、でやった次の日にトレーニングをしたら、まあ人によって何も変わらなかったっていう人もいるかもしれませんが、僕の場合は本当にワットが10ワット上がりました。バイクフィットをやってもらってビシッと寸法を出したら10ワットも上がりました。ルックに変えた時に、なかなかこれセッティング出すの大変なバイクなんですよ。ここも簡単には上げ下げできないし、ステムも最初からくっついてきちゃうし、何にしてもちょっと大変だったんで、バイクフィットでやってもらったセッティングになかなかできなくて、2年がかりでやっとできました。そんな10ワットも上がった記憶があったので、まあ、ようやくここでセッティングが全部できて、で前回の動画ですがサイクリング150キロ走ってちゃんと決まったセッティングで150キロ走って、もう非常にね楽しかったです。なので皆さんバイクフィットはおすすめです。はい、まあ、機材紹介だけでこんなダラダラ長くなってしまったんですが、まあそんな感じで、今日は終わりたいと思います。はい、じゃあ今日の動画がちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。で今まだ旅行中なんで、これから食事してお風呂入ってゆっくりして、今日はストレスを発散したいと思います。それじゃあまた。